えー、お疲れ様でですす暗号通貨ニュースの時間です、えー、今回はビットポイントジャパンからメールで届きました柴犬コインのね特徴と今後の見通しということでまとめられてますのでこちらの方一緒に読んでいきましょうえー、っとねビットポイントジャパンっていうのは SBI グループの傘下なんですねで本日はその中でもイチオシで今キャンペーン中の柴犬コイン ね、柴犬コインといえば私速価塾の方でもですね1月に0.0014円の時に買っときましょうというふうに激推ししてね毎日のようにおすすめしていてそして、えー、現在はね0.004円と3倍ほどの値段になってますんで当時ね1万円でもいいから買っときましょうって言った方も多少増えてますしそれから利確のタイミングも追加で放送しました今完全に 含み益ではなくって、利確した状態で、えー、さらに利益を伸ばしている状態だと思いますね。もう今の時点でほとんどの方、リスクは完全になくなって、原価回収して、余剰資金で増やすかどうかっていうところになっていると思います。さあ、その中でもね、10万とかね、100万という単位を買っていただいた方もいて、まあ、私は別に紹介料が入るわけではありませんけども、まあ、喜びの声をいただいてますね。それから、月に1銘柄の 暗号通貨おすすめをご紹介申し上げてますけどもいずれも高い利益に結びついていることそして4月5月は特におすすめするコインが見つかってませんので123月のコインをまあなぞっていくっていう形にしておりますで今日は柴犬コインの出番なんですねで柴犬コインって一体何なのかなっていうこととここですねそれから今後のシバリウムっていうイベントについてどういったことなのかをちょっとね見ていこうと思います ここに書いてます、柴犬コインは2020年8月に、えー、ロシというペンネームの開発者が発行しました実はですねこの柴犬コインって特に意味のあるコインではないんですよただ柴犬コインっていうことで出しただけでプロジェクトがあったわけではありませんでもやっぱりね何が当たるか分かりませんよね柴犬コインには 将来的に何かのプロジェクトが絡んでいくんじゃないかなっていうふうな期待感からなんとね50万倍という値段をつけて一気に送り人を量産したんですねで現在時価総額だ世界で11番目に大きい暗号資産ということでもう完全にね上位コインに食い込んできてるんですよなかなかこれも珍しいですよねはいそして今後なんですけどもシバリウムっていうねこのプロジェクトがかなり大きくなってきてるんですよ ちょっと読んでみましょうか。開発チームはシバリウムと呼ばれる独自のレイヤー2ソリューションを通じて取引のスケーラビリティと効率を向上させる計画を進めていますということでね。何やら見通しがかなり良さそうなもんですよね。これによりトランザクションの速度とコストが改善されさらなるアプリケーションやサービスが可能になることが期待されていると。うん、暗号通貨の中でもトランザクションの速度とコストがあ改善されるっていうのはやっぱり どの暗号通貨にもすごく大事なことですからねそこに特化して、えー、この柴犬コインっていうのが柴り運も発展させていきますよってことなんですよねそれからトークンバーンです柴犬は供給量を削減し価値を高めるために積極的にトークンバーンを行っていますこれにより総供給量が減少し希少価値が高まることが期待されていますとまああの柴犬コインっていうのはねものすごい量を発行されてるんですよ ただそれを希少価値を高めるために一定量をどん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 減らしていっているところなんで今後も少しのコインが高い価値を生み出すことになるということですね。はい。そしてコミュニティやパートナーシップの動きにも注目ということになっております。はい。シバリウムって一体何でしょうかねそれはここに書いてます。シバリウムとは S HIB のエコシステム内で注目されているプロジェクトの一つで、イーサリアムブロックチェーン上で動作するレイヤー2ソリューションですと。レイヤー2ソリューションは基本的にメインのブロックチェーンの上に構築され、トランザクション処理の効率化や手数料の削減を目指す技術ですということで、先ほどお話した通りですね。で、イーサリアムはスマートコントラクトを実行する人気のあるブロックチェーンですが、トランザクションの遅延や手数料の高騰が問題となっていますね、確かに。はい シバリウムはこれらの問題を対処するために設計されており SHIB のコミュニティにおけるユーザー一体権を構造させることを目的としていると。シバリウムの主な特徴は以下ですと。まあ繰り返しますけれども手数料が安くなるよと。スピードが速くなるよと。送金速度ですね。それからエコシステムも拡張されますと。うこれはなかなか期待できるんじゃないですか。 で、えー、っと、最後のお知らせなんですけども、現在ね、ビットポイントジャパンでは、柴犬コインを買ったら、そこにですね、購入金額の1.0%相当の柴犬コインをさらにプレゼントということらしいですね。うん、だからまあ100万買ったら、最初から1%利息をつけますよ、みたいな、そんな感覚なのかもしれませんね、えー。ぜひね、柴犬コイン、今から高騰してますんでね、うん、今からでも買っといていいと思いますよ。 はい。キャンペーン詳細はこちらということなんですけども、動画概要欄に貼っておきますので、そちらの方からご参加ください。5月9日までなんで、今日5月3日です。あと1週間もありません。お急ぎください。それでは本日は以上です。